と何か。え？おかしいな、あれ？今見えてますよね。ヴァンガードの報告によれば、プレイしてる画面は見えてます。機械をズタズタにしています。この場所をただ漁っているだけではないようです。何を探しているにせよ、先に見つけましょう。できてませんよね、そっち。はできてないです。あれ？あれ？あれ、どうすればいいんやろ。これダメですな。ちょっと待った。もしかして、もしかして、ブロードキャスト、ちょっと待ってください。コントローラーを渡して、違う、ピズタニコです。やってみてください。これをブロードキャストできるんかな？シェアプレイ中は無理か。あ、もうダメだ。疲れた。はい。なんか少しラグがある感じがします。本当です。一応動かせるんですけど。ちょっとやってみてくださいよ。死ぬぞ、死んだ。ここ強いんですよ。しかも最初のまだ3つ目ぐらいのステージで全然倒してないという。なのでもう放置してディスティニー全然やってないです。ああ、もう嫌。もうこっち振動しますよ、コントローラー。ああ、はい。バトルフィールドの時も、なんか振動が。あ、でもこれはこれで楽しくないですか、相手のプレイ見るの。ああ、まあ確かに。なんか、見れる、一緒にワイワイできるって感じ。ああ、そういえばグランドセフトオート。え？ああ。こっち、プレイステーション4のやつ買おうと思ってるんですけど、もし、なんかやりたくなったら、そっちにシェアすることもできるんじゃないですか。どうかな、やっぱ。ああ、やられた。よし、やめますか。あ、まあ、はい。まあ、一応できるだけはできたんで、はい。ということで、シェアプレイでしたね。はい。じゃあ、やめますか。クラスフもしなんか購入するかどうか検討する際に、はい、なんか、やってみて決めるのもいいんじゃないですか。ですよね。その、後で買ってみるとか、なんか、どんなか変わってるかどうかとか見れるじゃないですか。まあ確かに。ね。シェアプレイでやったら。そうですね。ということでやめますか。あ、はい、わかりました。スタンバイモードにしちゃいけないんですね、これは。これでもスタンバイモードにしないとコントローラー充電できないんじゃん。いや、スタンバイモードにすると動かなくなるんですよ。ああ。バージョンアップしたら。ツイッター載ってましたよ。マジですか？シェアプレイできるようにバージョンアップしてからスタンバイモードにすると動かなくなるって。ええー。だから、電源を切らないと。